自分らしさって自分自身だけじゃ気づけないかなとも思っていて。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫ですリフトアップ中、はい、失礼しました。最近ちょっと太ってきたなと思って。あ、マジですか？はい、ちょっとまた筋トレを始めようかなと思ってます。なるほど、まあね、12月とかなってくるとね、はい、だんだんちょっと太ってくる季節ですよね。わかります。お互い気をつけていきましょう。そうですね。はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、前回の動画でですね、はい、売れる絵と売れない絵の違いみたいな話をちょっと聞いたと思うんですが、はいはい、その時にあの矢島さんがおっしゃってた、まあ、その自分の好きっていうところに偏りすぎずに、うん、まあ、お客さんの用途飾りたくなるとか、うん、そこを意識してた方がいいよねっていうお話だったんですけど、うん、だからそこでちょっと一個思った疑問が、自分らしい作品とかを、そもそも自分の好きな作品とか、うんうんうん、俺の型みたいなものをなんかこうみんなが見つけられてるのかなっていう、なるほどなるほど、なんかもう一個手前の問題についてちょっと疑問が思ったので、はい、なんかこの辺をちょっと今日お聞きしたいなと、うんうん、はい、思いました。矢島さんで言うと、俺の作品ってこうとか、はい、俺らしさみたいなんて、はい、まあちょっと言語化しにくい。そう、言語化むずいんですよね。むずいですよね、はい、でも今あるんですよね。あります、雰囲気としては。そういうことですよね、はい、でそれは逆に言うと俺にしか描けない、はい、っていう意味ですよね。うん、そうですね、そうですね。ある意味で自分らしさ。そうですよね、うん、誰かを真似したわけでもなくて。そうですね、自分らしい作品ですね、うん、これってどうやって見つけてたんですか？ちょっと話、今の質問からはそれちゃうんですけど、はい、まあ、今回のテーマとして自分らしい作品を作るっていうところだと思うんですよね、うんうん、でやっぱり先生も、僕もあの恩師がいるんですけども、はい、昔から言われてたのは、まあ、パッと見てこれ誰々ねって分かるようにしないとダメだよねみたいな話はちょいちょいされたりもしていて、うん、まあ、確かにそうだなと。単体で1枚見ていい絵だけど、全然もう画風がバラバラだと、それはどうなのみたいな。うーん、まあでもそれはまあそういう意見もあるなぐらいな感じではあるんですよ、はいはいはい、やっぱピカソも時代を遡れば全然楽譜は変化してってるんで、確かに。別になんかこれ一個にしてもうこれしか描きたくないっていうのは、別にそれが合う人であればそうでいいし、変わっていくなら別にそれはまあ成長だと受け止めて変化してもいいし、でいいと思うんですよね。そうで、僕自身が今の方になったのは、やっぱりこれはぜひ真似していただきたい方法でもあるんですけども、はいはい、やっぱり実際いろんな人に見てもらって意見を聞く、うん、そうするとやっぱりすごいいいねって言ってくださる意見があるんですよ。でその人たちがどういうとこにいいと思ってくれたのかっていうのを拾っていく、うん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 、あ、なるほど、こういうところに魅力感じてくれてるんだみたいな、ははは、自分では気づかないところを気づかせてもらうみたいな、はい、うん、そうですね。なるほどなるほど。だし自分が気づいているところであれば、それが確信に変わっていく、あ、やっぱこれでいいんだみたいな。なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。でそれが強くなればもっと作品としても尖っていくし、でやっぱそこをもっとじゃあ意識して次の作品書いてみようとか。はい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 、はい、矢島さんはその人に聞いた時に、はい、あ、ここのこういうところがいいよねと、うん、こういう色の使い方いいよねっていう、はいはいはい、その称賛してもらう意見と、はい、逆になんか、うん、ここちょっとピンとこないけどなみたいな、はいはいはい、まあ多分両方あると思うんですね、はい、それはどちらも等しく採用するっていうことですか？ですね、僕の場合はやっぱ尖らせたいっていうのはあるんで、あ、でも等しく採用するといえばそうなのかもしれないですね。じゃあまあ受け入れとか一旦は聞き入れる、はい、あ、そうですそうです、うんうん、で否定的な意見も受け入れて、要は自分があの理想のお客さんとする人はどういう人なのかをブラッシュアップしていく感じですかね。で、より自分の届けたお客さんに近い人からの、はい、うん、生の声を聞いては、うん、また自分のその作品に取り入れて、そうですね、はあ、繰り返していく、うん、ってことは結構まあ時間はかかるというか、そんな一朝一夕では自分の作品とかはできないけど、はいはい、徐々に馴染んでくるみたいな、うんうんうん、あ、そうですね。なんでやっぱりその結構僕衝動で描くんで、思った時に今まではまあ具象的な絵描いてきたけど、いきなりちょっと抽象が興味あるなと思ったら、とりあえずやってみる、はい、で作る、はいはいはい、そこで頭でどこを考えててもなんかあんまり埒が明かないというか、前には進まないなと思ってるので、自分の中にそういう思いが出てきたのであれば、それをもう認めて、まずは一回全部形にしてみるっていうことをやってるのはあるかもしれないです。なるほどなるほど。でやる中で自分自身が気づくこともあるし、まあ、それを見てもらって、いや、こっちめっちゃいいじゃんみたいに言ってくれる意見とか、あ、なるほどなみたいな、今までこうしなきゃいけない、そう、なんかいつの間にか書いてるとこうしないといけないみたいな枠にはまってることに気づく瞬間があるんですよ。それは例えば、僕ちょっと絵詳しくないかわかんないですけど、はい、まあ、その顔から描き始めた方がバランス取れるよねとか、なんかルールが、自分ルールが気づかずあるってことですね、うんうん、そうですそうです。
この間のこの絵なんかすごい評判良かったからみたいな思ってると、なんかその時の描き方とか、はいはいはい、あの時こう描いてたから今回もこうしようみたいな、結構もう頭で描いちゃう感じになっちゃうんですよね、うんうんうん、で結局そういう絵はもう途中でガラッと変わっていって、やっぱなんか描いてる途中の絵だなって思ってて、なんか足りないんだよねみたいになって、結局もう全然構図から変えていくとか。なるほどなるほど。それだから以前の動画で抽象画と具象画についてお話、はい、うん、聞いたと思うんですけど、はい、あれだから両方描いてバランス取ってるみたいなのは、うん、まさにそういうことですよね。そうですね。勝手に生んじゃってる固定な概念とかをちょっとぶっ潰すというか、うん、いい意味で、うん、あ、その中で自分らしさを見つけていくみたいな。そうですね。そうだから自分らしさって自分自身だけじゃ気づけないかなとも思っていて、やっぱり偏るというか自分の中の自分と対話してると、うんうんうん、やっぱり視野が狭くなっていくんだろうなっていうのは、まあ、体験上僕は感じていて、はいはい、なるほど、やっぱりこれがいいと思ってできた作品を毎回見せてもらうと自分の中にはない答えがやっぱ絶対出てくるん で、うんうんうん、でそういう気づきとかも得ながらやっていくと、まあ、自分の作品もどんどん変わっていく、いい意味で。なるほど、ね、うん、いいのかなと。矢島さんで言うと、はい、絵をまた描き始めて、はい、今で何年ぐらいになるんですか。今で3年目ですかね。その中でこう、あ、なんか俺らしさこうかって気づくのにどれぐらいかかったんですか。はい、うん、いやでも気づいてるタイミングはちょいちょいあるんですよ、はい、何度も、はい、それがどんどんアップデートされてる感じです。あ、そうですね、うん、だから別にここではい決まったで、はい、ずっとそれで来てるとかではなくて、はい、あ、こうかながずっとアップデートしていく、うん、そうそうそう、今これかなって思ってるものも来月には変わってる可能性もある。へえ、なるほどな。変わっていくものだなとも思ってる。まあでもそれはそうですよね、うん、絵描く以外にも自分でいろんな世界を見てインプットしてるから、うんうん、ってことは自分らしさはアップデートしないとおかしいとか、はい、ってことですよね、うん、そう、それこそ今ちょっとテスト的にやってみたいなと思ってるのが、そのミクストメディアって言って絵の画材以外のものを使って作る作品、はい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 、でちょっと着物に興味があってですね。へえ、着物を使って抽象画になるのか具象画になるのか分かんないですけど、着物で描くってことですか、はい、いや着物は貼り付ける感じかなと。なるほど。そう、へえ、その発想はどっから来るんですか。なんで着物ってなったんですか。僕親戚が呉服屋なんですよ、母方の、はいはい、新潟の方で呉服屋をやってて、だから昔から結構おばあちゃん家とか行ったりとか、母親とか、まあ、着物だったりがいろいろあったりとか触れてきていて、でこの間その実家に久しぶりに帰った時にその昔の着物ができてきたみたいな形でタンス整理してた中で、はいはい、で見せてもらったら、やっぱ昔の着物めちゃくちゃかっこいいんですよ。へー。でやるとしたらそうアンティークの着物生地を使ってやりたいなっていうのがあって、あ、やっぱ物がめっちゃいいんですよね、うん、ですげーなって。でやっぱそのこれから海外をすごい意識してるのもあって、やっぱ日本人であるがゆえに日本人じゃなきゃ描けない作品作りたいな、じゃあそれ何なんだろうな、日本文化になんかないのかなっていうアンテナも自分の中にあったんで、あ、なんか着物面白そうだなっていう感じです。面白いっすね。そう、めっちゃ見てみたいですもん。そう、だからそれをちょっとテスト的に作ってみようかなって今思ってる感じですね。でも確かに世界にはめちゃくちゃ受けが良さそうな、うん、ですよね。 それはまた新しい形でちょっと着物を使って新しい形を、うん、まあ、表現していくってことですよね。そう、だからそう自分の中の作りたいもあるんですけど、やっぱりその今言われた世界に受けがいいっていうそっちの視点ももうあるってことですよね。あります。これ並行してそこのなんかちょうどクロスポイントがあるんですよね、うん、そこを探りに行く感じですね。なるほど、はい、だそれはやっぱお客さんに寄り添うってことですね、うん、もうそれはなんかずっと頭の中でも両方自動的に考えてるんですね。うん、でも多分そうマーケティングの仕事してた癖はあると思いますけど、はい、そう、ね、それはめっちゃあります。なるほど、ね、常に受けてというかお客さんの視点で見たらどう捉えられるかっていうところ、うんうん、やっぱ現状として海外の人がその日本の帯をお土産で買って帰って、海外ってもうでっかいテーブルじゃないですか、はい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 、でそこの真ん中のテーブルクロスっていうんですか、あのレーンみたいになってて、はいはい、そこにお花とか飾るみたいな、はいはい、でそれ用にあの着物の帯を使われてるみたいなのも結構増えてたりとか。へ、うん、やっぱり着物、まあ、日本文化好きな方は多いんだなっていうのは、まあ、海外つながってる方と話してても感じているところでもあって、なんかそれちょっと面白いんじゃないかなと。最近なんかちょっと、うん、ずれますけどインテリアとか、はい、が北欧と北欧のモードっぽいのと、うん、日本の土瓶とか、うん、鉄器とかが、はい、
融合したスタイルが生まれてる。へー。北欧のインテリアのものと日本の家財道具とかを一緒に合わせて作ってる、はい、ちょっと名前忘れたんですけどなんちゃらニズムみたいなのがたりとかね。やっぱ日本ってこう結構いろんなところに調和させると面白かったり、うんうんうん、ね、だからそれをもう今頭の中で構想してるってことですかね。へー面白い。アパレルとかもやりたいんですよ。へえ。なんか着物がちょっと入ってる T シャツとかあるじゃないですか。はいはいはい。でもなんかあんまりもうこれは勝手に個人の好みですけど、あんまおしゃれなものがないというか、なんかコテコテ感みたいな。モードっぽく作りたい感じですか。そうですね。モードっぽい感じのがいいですね。なるほどなるほど。そう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 。なんかでもあれですね、この最後になりますけど、はい、なんか江島さんのお話聞いてるとずっとなんか自分の中の感性があって、うん、これがやっぱほんま自分らしさで、うん、これを人に聞きながら、うん、なんかずっと回して回して回して見つけていってる感じなのかなというふうに感じたので、うんうん、そうですね、うん、やっぱり絵を買ってもらいたいイコール自分一人じゃなくて誰かとつながってるものにはなるんで、なるほど、やっぱりいろんな人のうん、関わりの中で、まあ、自然と表現方法変わっていくのかなと。そうですよね、うん、だ多分前の動画なんかでもお話してますけど、僕今絵描いてますけど別に来年再来年絵じゃないものになってる可能性も全然あるなみたいな。なんかいきなり陶芸の方に走ったとか、はいはいはい、まあ、矢島さんの内なるものを表現している一つが今絵ということですね。そうです、ツールとしての絵なんで。なるほど、うん、はい、ありがとうございます、はい、まあ、なんかちょっとこの話聞いてね、なんかちょっと自分らしい絵とかよくわからないみたいな、はい、人もいると思うので、はいはい、ぜひ参考にして、まず人にね聞きつつ、そうですね、自分とちょっと向き合って見ていただけたらなというふうに思います、はい、うん、はい、というわけで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、はい、ちょっと脱線したかもしれないんで、もし何か気になることあったらコメント欄に、はい、お願いします、お願いします、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。